はい、どうも皆さんこんにちは、タズです。まあ今日テストが終わって、まあやっと一段落がついて、まあ今日からガンガン動画投稿再開できるんですけど、まあこの、まあ一週間テスト期間で、まあ、やっぱり何を思ったかっていうと、やっぱりお母さんへの借金のことを思ってしまいました。ダメだと。うん、買ってしまったけど、俺はめっちゃ怒られて、ダメだと。俺はもうこの、もう買わしてもらった。ありがとうございます！やっぱり返さないと。うん。で、そりゃそうだけど、返さないといけないから、ここに、20万円用意しました。本物です。はい。まあ、なので、こちらを、お母さんに、まあ、取ったのは18万円ぐらいだけど、まあ、2万円を取ってしまったっていう、まあ、お詫びとして、まあ、ちゃんと数えてもらって、まあ、20万円、ガチで返していきたいなと思います。すいませんでした。本当にすいませんでした。すいませんでした。あ、寝とるとこすいません。すいません、すいません。iPhone X10 を勝手に買ってしまって、申し訳ありませんでした。ああ。ほんまあれやば。ひどいことをしてくれたね、あなたは。まあ見えてると思うけど。こちら。お金？まあ持ってきました。まあ、まあ、YouTube の収益のお金、まあ下ろして、もう全部返します。まあ利子もつけました。18万。多分取ったと思うけど、まあ、とりあえず20万あります。数えてください。はい。20万。うん、ちょうど。貸します。もう、お母さんのおかげで、こんなに素晴らしい iPhone XS をゲットすることができました。はい、ありがとうございます。まあ、けど2万円プラスしたんで、まあ、今回のことは水に流して、まあ、もうこれからやらないんで、お願いします。ああ、そうやな。はい。もう、もし、はい、もし今、今度やったら、はい、警察行くから。え？そういうことやったら、うん、もう警察行くから。まあ一応親子でもやっぱり親子でも、これと、これ、それとこれは話別やし、もう今時はもう、ちゃんとした罪になるから、窃盗罪という。わかった。それは分かっといて、ちゃんと。わかった。うん。な、もう今回はこうやってちゃんと、はい、きちんとしてくれたから。お願いします。ありがとうございました。はい。さあ。